ひろせまりのおしゃべり見聞録アットスプーン、イエーイ。第55回、息合わない息合わない全然息合わなかった。そういう日もありますね。はい、55回、もう年末でございます。はい、もういくつ寝るとお正月でございます。もういくつ寝るとお正月ちょっと歌ってみました。はい、ありがとうございます。28日、今日これ28日、そう28日お仕事納めですけど、まあ私たちは収まらないんですけどね、うん、年末忙しいよ。そうですね、いろいろ、うん、いろいろ餅つきしながんで、そうそうそう、何よりも餅つきしながん何よりも餅つきしながんで、で29日の餅つき、私今年も行かないから、明日の餅つきは行かないようにしたから疲れるから。で30日にうちは餅をつく、ね、そうですね、餅をついて、ね、その前言ったよね、動画の再生回数さ、餅つきすごいっていう。そうそうそう、12月に入ったら途端にこうやっぱみんなが餅がどうやってつくのかなって、餅つき方みたいな検索を検索してるもんだって歌い手なのにさ、上位の検索ってさ、あ、そういえばさ、はい、もうこの時に言ったらあれだけどさ、11月の、うん、じゃあ12月の、はい、昨日何日、12月の2日時点で、私 の、 あの YouTube 10万回再生回数超えました。おめでとうございます。餅つきが違う違う、餅つきだけで10万は何本なたくさん、数ってすごいなと思ったよ。1000本以上上がってんだけど、 そ、ね、それの総数が20万再生超えて、すごいのは、はい、すごいと思ったのは、うん、そう、昨日ごめんなさい、収録してるからね、12月の2日に10万超えたと思ったら、その後ババババっていって、うん、すぐに10万200、300になるのよ。へぇ、すごいありがたいなと思って。どっかに上がるからってことですか、それ。わかんないけど、なんか検索、餅つき検索するんじゃない、やっぱこの時期、餅つきと歯周病、餅つき、歯周病をアルプス2万弱、私の歌はどこ行った。まあまあ、それはいいんですよ。そうね、でもこう毎年、ここ、もう5年 ?3 年4年、うん、多分の、あの広瀬さんのお決まりの、うん、スケジュールがあるんです。31日ね、そう、あのどこざどかの、あの 色の大会みたいにね、色の大会色の大会、色の歌合戦みたいなね、毎年恒例で、12月31日の11時30分から、はい、年を明けまして、違う違う、そうだった、11時から11時から年明けて、翌1月1日の0時半まで、はい、90分の行く年来る年をやっています、はい、そうですね、お便り募集してるよね、その話じゃないの、そう、その話なんだけど、まだ全然その何のお便り募集するかって話を、この12月の頭の時点でまだしてなかったのに録画しちゃったね、うん、本当だよ。いや、でもフリートークでいいと思う。だって別にさ、うん、何言ってないんだけど、うん、まあ、あのスプーンの方でも、うん、あの配信することにしておりますので、はい、あの皆さんはその機会ございましたら、うん、お時間ありましたらね、ぜひ来ていただいて、そう、来ていただいていい し、はい、し、あとは YouTube か、うん、インスタ、あ、インスタじゃないわ、インスタか Facebook で多分生配信、動画の方の配信もすると思われます、うん、思われます。そう、でももしかしたら、さらにもしかしたら、うん、まあ、そのお題とかが決まったら、テーマとかね決まったら、またスプーンの方で急遽キャストなり、うん、トークなり募集したりってこともまあしていってもいいかな。こうやって毎週火曜日やるならさ、うん、多分その時に話とか言えばいいんだよね、うんうんうん、と思いますので、ね、そう、あの結構楽しくで、その時は生で、あ、ここ歌って大丈夫、うん、めちゃくちゃ本気で歌わなければいい、静かな歌を歌えばね、そうそうそう、いざよいとかね、あ、もうぜひダウンロードしていざよいとかね、ずっとありがとうとか、ね、16夜と書いていざよいですね、いい曲なんだよ、うん、私も好きですよ、ジャスティン・ビーバー聴かんかなっていう願いを込めながら、ね、行く年行く年もやってるんですよ毎年そうです、ね、誰か私を拾ってくんないかなと思って、うんうん、そう、だからで過去のログはあの YouTube の方にも残ってて、うん、そうですね、結構ね、こうおせち食べたりとか、そうそう、あの年越しうどんを食べたりとか、それこそ先週のあれじゃないけど、丸餅角餅っていう話をしたりとか、え、餅の中にあんこ入ったお雑煮があるのみたいな、食べてみようかみたいなね、うん、やったよね、やりました。私はうんと思ったけど、うん、外国の方が美味しいって言ってましたね、うん、そうそうそう、うん、あんこ餅がお雑煮に入って、どこだっけ、四国だっけ、ね、熊本近くもだったかな、なんかでもそのあたりですよね、そんな感じだから、そういう違いだったりとか、うんうん、ね、あとあの、ね、うちのマネージャーはそうですね、手によりをかけて、手によりをかける、腕だった、そういう日もあります、はい、で、あの
年越しそうめんを、はい、そうか、そうめんか、そば食べれないからさ、うどんでもなくそうめん、うどんでもそうめんを、年越しそうめんを作ってくれたりするので、そんなのをこう実況中継しながら、そうですね、また今年もちょっといろいろ考えたいと思う、今年はまたスプーンとかね、いろいろ配信始めたりしてるから、うんうん、そういうこともまたちょっと話ができたらいいなっていうのと、スプーンでみんなとつながれたらいいなとも思っているので、はい、ぜひ、お便りも、ま、お便りじゃないメッセージお待ちしておりますよ、うん、はい、お楽しみに、はい、広瀬まりのおしゃべり見聞録あとスプーンでした。バイバイ。